はい、皆さん、こんにちは。こんばんはの方は、こんばんは。おはようございますの方は、おはようございます。今日は、新光輪の、猛角の初見パーティーの解説というか、まあ、動画を撮ってみたんで、とりあえず投稿してみます。まあ、解説っていうほど解説は、はっきり言ってありません。とりあえず、まあ、アバロン、運枠4体、運枠4で、まあ、アバロンちょっと難易度高いですけど、運枠として組むのは。もし極まってる方は、これが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、運枠じゃなくても、このアバロン4でいくと S ランクも取れるんで、メダル周回するのもありなんじゃないかなと思います。割かし安定していけるし、S ランクもほぼほぼ僕が周回した感じだと、ずーっと取れてましたね。取れなかったことがないです。で、コンテは3時間回って1回だけありました。逆に言ったら1回しかなかったですね。だから、安定して回れると言えると思います。さらにまあ S ランクを安定して狙うなら、半蔵とか入れるともっと早いとは思うんですけど、まあ、無課金パーティーっていう感じで、アバロン読んでどうでしょうか。まあ、動画見ていただいてたらわかるとは思うんですけど、アバロンの友情、リワインドブラスターだったかな？ちょっと、名前うる覚えなんですけど、斬撃となんか当たってると、雑魚が結構溶けるっていうか、ダメージ入るし、ボスにも入るし、やっぱスピード速いし、すごいおすすめですね。で、SS が、この動画ではちょっと一面とかで溜まってないんですけど、今のこの HP ぐらいの時に、SS が溜まってたら、SS を打ってゲージを飛ばしてしまえば、次のステージ、ゲージが減っている状態で始めることができるんで、かなり周回が楽になると思います。この動画の時は撮ってないですけど、基本はそうやってましたね。で、こうやってサソリを呼び出されても、友情で結構すぐサソリも倒せちゃうんで、全然問題ないかな、みたいな。だから、変にガチャゲン入れるより、もしかしたら周回早いんじゃないかなと思うんですけどね。まあでもやっぱ半蔵にアバロンに入れた時はめっちゃ早かったですね。4分ジャストぐらいとかで、多分回れてたと思うんで。で、初見をそれで回ったんですよ。で、あ、これもしかしてアバロン3半蔵でもいけるんじゃね？と思って、とりあえず運枠3に増やしてみて、あら？運枠3もなんか楽勝だなってなって、で、他の人が、アバロン4で全然いけるよって言われて、ちょっと行ってみようかって言ったら、え、全然いけるじゃんみたいな感じで、ずーっとまあ3時間回って、でまあ1回だけコンテがあったかなーって感じですね。あのね、最後のステージ、これ今緑のゲージですけど、ラストステージ、雑魚が3匹いて、やっぱ雑魚を先に倒すようにしないとちょっとやばいかな。その時死んだ時は雑魚倒してないのに SS って雑魚のレーザーとかを食らって、ちょっとやばくなったみたいな感じ。やばくなったっていうか死んじゃったんですけど、コンってしましたけど。雑魚処理大事ですね。今そんな話してたら大した解説もしてないのに、もうラストゲージ来ちゃったね。結構ほんと早いんですよ。無課金パーティーでこの速さどうでしょうか。アバロン運極じゃない人もメダル狙いで周回するのもありだと思います。半蔵とか入れるんだったら、これ、あれ、多分、玉竜とか入れて、ブーストかけて、みたいな感じでやったら、メダルも多く入るし、スピードも速いし、みたいな感じで回れるんでしょうね。まあ、こんな感じで、初日回ってました。で、ドローが悪かったんですよ。ウンウンで回ってたのに、初日79ドロ、まあ悪くはないかもしれないですけど、
なんかもっと落ちてもいいんじゃないかなみたいな、2ドルとか1ドルとかあったんで、運用で回って、宝箱なしですけど、はい、まあこんな感じで回れるんで、よかったら試してみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。またよかったら Twitter とかもフォローしてやってください。ではでは、また動画投稿するんでよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。